やっほー、こんばんは、イエーイ、こんばんは、こんばんは、わーい、はい、始まりました。せーの、アップアップガールズカッコカリーです。こんばんは、こんばんは、それではおのおの自己紹介をしていきましょう。あずさんから。はい、リーダーの赤担当関根あったです。よろしくお願いします。今日はですね、たくさん寝ました。お、いいですねはい、続いて、はい、アポガの姫ポジションロイヤルブルー担当の古谷ゆり子です。よろしくお願いします。はい、今日は出ましたか。今日はですね、はい、朝っていうかお昼にジムだったんですけど、うん、ジム終わった時にあーちゃんから LINE で今起きた、言うな、おはよう LINE がねカミングアウトされると思わなかった。姫の話かと思ったらあずさんの起きた報告の話が来たかったって。いや、もう今絶対そのフリだと思って絶対それだと思ったけど、違う言わないのもうやって行こうと思ったんだけど、思ったより深く寝ちゃったって来て可愛いんですけど私も深く寝ますはい、続いて、はい、今日は2時間睡眠の緑色担当鈴木めいなです。言った、緑色担当鈴木めいなです。よろしくお願いします。はい、イエーイ。今日はこの3人、あれれれれ れどういうことだ。紫色担当の青柳ゆめです。今日はですね、スタジオでの配信ということで、私はこのスタジオが大好きなので、このくまちゃんにワンタッチしようと思ってついてきたら、なんでかここにいます。そうなんですよそう、待ち合わせ場所に行ったらゆめちゃんがぴょこって出てきましてですね、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、経緯が聞きたいな。そう、なんか今日そのお昼にジム行ったんですけど、まあ、ゆめちゃんも一緒にいて、でも今日のこの配信まで時間あるから、うん、じゃあご飯食べようって言って、ご飯やって食べに行ったりとか、いろいろ時間潰してて、うん、でもゆめが数日前からずっと私に、もう本当にゆめスタジオいいなみたいな、私もクマ触りに行きたいってずっと言ってて、うん、まあ、じゃあゆめ行けないから、じゃあ私がそのクマ触るから、うん、その手を次の日ゆめは私の手握っていいよみたいな話をしてたんですよでも、まあ、今日一緒にご飯行ってたんで、まあ、ダメ元で言ってみるみたいな、スタジオについて行っていいか聞いてみるって言ったら、あっさり OK をいただいて、うん、マネージャーさんから、うん、で、こうスタジオに着いた時に、そのショールームのスタッフさんから、じゃあゆめちゃんも出たらみたいな感じで、またそこでもあっさり OK が出て、気づいたらゆめも一緒にいるっていう、はい、そうなんですよ今日はね、こんな4人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします。台本は3人だけどね。そうなんですよ、ちゃんとないです。出演、関根あずさ、古谷ゆりとか鈴木ベイナの3人なんですよ本当運がいいよね、夢って、うん、本当に、うん、すごい、さすが持ってるだけあるね、やっぱりね、うんうんうん、でコメント欄でもすごい、おたかつだねってすごい聞けた。ほんとその通り、ほんとその通り、私このスタジオで受験おめでとうもおしめから言ってもらってるし、誕生日おめでとうもこのスタジオでおしめに言ってもらってるから聖地なんですよ、私の思い出の土地なんだね私の聖地です、ここは。しかも楽屋にいる時も、これさ、おしめが座った椅子じゃないとか言って言ってた、言ってたそんなみたいな。だってこれも、うん、おしめが座ったかもしれない出ました出ましたはい、じゃあ次行きましょうかね、はい、オープニングトークをしていきたいと思います。はい、そう、今日はね、なんと言ってオープニングトークをしていきたいと思います違う、なんかオープニングトークをもうその名の通りしていきます。そう、なんと言ってもですね、あ、違いましたそう、ちょっとボードを用意してもらったんですけど、はい、どうしました？今日 MC 鈴木めいなさんですけどそうなんですよ、今日 MC は一応鈴木めいなちゃん、はい、よろしくお願いします。どうした、大丈夫かい。完璧な MC します。はい、頑張ってください。はい、そう今ね、ちょっと出しちゃったんですけどね、はい、こちらあゆちゃんのですね、ちょっと斜めこう前に倒すと光の反射しないで見れるかな、みんなが、うん、あ、素晴らしい、ありがとうございます。こうだ、はい、そう、あゆちゃんがですね、ツイッターにメンバーチャートを上げていたのを皆さんご存知でしょうか。知ってます、これ。しかも昨晩から作成してるのを一緒に電話しながら聞いております。あの時からしてたんですか。はい、そうだったんだ、うん、なんか昨日ずっとグループ通話で、うん、グループ通話してた私と、だからはるかかな、うん、そう、なんか
別件でグループ通話してて、はい、でそっからじゃあ後でまた連絡しますみたいな感じで切ったんですけど、うん、その後ずっと2人でその後もグループ通話してて、してたまだ話すことあんのみたいな、なんかずっと電話してたんですよ、うん、でそれなんですね。そうこれを作ってたんだ。もうそうだし、私は私でなんかこう他やり作業をやってることあって、最近の私とあゆのブームなんですよね。何かお互い、うん、話すことって言えばなんかそんなにはないけど、お互い作業をやりながらこう話し相手になりながら、それとお互い作業をはかどるのね、何かを話しながらやると。だから責任とかがよくって人に電話かけて、あゆが出て、で今こうなんだけどさって言いながらカタカタカタ。そうなん、そう最近多いですよね、だからグループ通話、うん、そう、その時にまあいろいろね、昨日ねその電話してる中であゆも作業やってて頭が冴えちゃったみたいで、あそう、その一環で、うん、そのずっと電話なんかずっとやってたわけではなくって、その一環としてこれを作ってたんですよ、あゆが。なるほど。でもね、私がね最初見た時とね、だいぶ質問内容が変わってるんですよ。あ、そうなんですか。見ました、ジェットコースター私好きじゃないよってツイートしてて、そう、そう最初ね、そこら辺はね、なんか歌姫が好きとか歌が好きとかって入れようと思ってますって言ってたのに、出来上がったの見たらなんかカブをやっているとか、カブってジェットコースターが好きとか、うん、いやそれ何に関連してんのと思うぐらいで、だっていや私とあちゃんに関してはこのカブをやってるってだいぶハードル高くないですか、うん、そうなかなかいないよね、カブ。なかなかどうもりぐらいじゃない？うちらに行くには株をやらないといけない。大丈夫これと思って。そう、なんかスタッフさんの中でスタッフさんがみんなでやったらみんな夢見に到達したっていうことがあったみたいで、私もだった夢に。私あゆちゃんだった。私も夢だった。え、みん、そうなんだ。株やってない引きこもり大体私株やってない引きこもり大体私って面白いな。そう、でもそれはあながち間違ってないね、私たち、うん、株やってない引きこもりだもん。部類的にはここ3人引きこもりなんでやっぱり、うん、そっか、うん、すごい。でもなんかね、パイナップルを素手で食べたいっていうさ、選択肢もすごいよね、うん、食べたいの、食べたい、食べたいの、もういつか絶対パイナップルを素手で食べたいの、めな。だって果物でさ、パイナップル以外素手で食べるくないですか、割と。あ、例えばリンゴとかね。そう、イチゴとか。イチゴも。でもパイナップルだけは食べないですよね、素手で。うん、確かに。そう、だから私はいつかパイナップルをあゆちゃんと素手で食べます。何の宣言ですか。今宣言しました。決まりです。まあでもなんかこういうのを作れるあゆが本当にすごいなと思って。天才だと思います、私。しかもこれを拡散してくれたことによって、うん、今日他のメンバーのフォロワーちょっと増えました。増えました。みんなちょっと増えた。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん拡散していただいて、もう本当に面白くて。ぜひ関根と床推しになるために株を始めてください。確かに確かに。これを機に株を始めてみてはいかがですか。うん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 。うまくいけばね、お金も貯まりますしね。そうそうそう、人の先金かもしれないしね、うん、そうそう。でもよく学んでからやってくださいね。そうだと思います。はい、ちゃんと考えて後先考えた方がいいかもしれないで、ね、でも昨日愛ちゃん株の本買ってたんですよ。そう、なんか株のそのいろいろについて学びたいっていうところで、多分それで来ちゃったんですね。あ、そうすごい、あゆちゃんらしいな。ご勉強したいって最近は本買ってるんですよ。行動力がすごいなと思うんですよね、あゆちゃんはいつも。私パソコンも使えるからね、こういうのも軽くやってくれるから、今後に期待ですね。また何のね、チャートをやってくれるかね。確かに次のチャートは何でしょう。あゆ次も待ってるよ。よろしくね。ありがとう、本当に。頑張りますって来てますよ。多分みんな株やるみたいですね。株をみんな頑張ってくれるみたいです。じゃあみんな儲けは全部アプガに投資しておくれ。そうだね。会いに来てねっていう感じなんですけど。はい、そう、今思いついたんですけど、はい、このスタジオ私たち初ですよね。ああ、そうだ。新メンバーは初めてですね。うん、そうなんですよ。うん、いや、どう。なんなら夢や市場で入りたかっただけ。そう。はい、もう絶対入りたかった。参加してるっていう。すごいすごい。どうですか。めっちゃ豪華だよね。うん、うん、なんかさ、後ろがさ、合成みたいじゃない。うん、え、そう、なんか私も初めて、今までのカリナ先輩方がここのスタジオで配信してるのを見たときに、うん、最初はグリーンバックで合成されてるのかなと思って。そうそう、私もそう。そうだけど、わ、本物だみたいな。そうなんですよ、うん、全部全部ここがだからちゃんと本物なんです。そう、本物、全部本物、うん、本当に本もあります、うん、クマさんもいて、うん、
ステンドグラス、うん、ステンドガラスもあるんですよ、これすごい凝ってて、なんかすごい、これがね、実は部屋ごとになんかいろいろ違うから、スタジオがいろいろあって、東の方でもやって、うんうんうん、まあ、あの伝説の回はサホと関根が始まった時はそのソファで寝てるところから始まったりしましたねだからこれからなんかいろいろスタジオ使って始まり方とかね、ちょっと変えたいですよね、うん、ちょっと遊びたくなって、遊びたくなるよねはい、なんかちょっと有名な場所に来ちゃったみたいな気持ちですね、うんうんうん、メンバーになった証ですね、巡礼、じゃあそんなところで、ほら今いい感じに行こうと思ったら聖地巡礼って声が聞こえてきちゃったまあそんなところでタイトルコール行ってみましょう、はい、せーの、アッパーガールズカッコカリの戦場カッコカリ、はい、イエーイ、バイバイ、めくります、はい、どうぞお願いします、ショールームの参加方法ですかね、次は、はい、そうでございます、はい、ショールームの参加方法です、はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます、はい、そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールしてください、よろしくね、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です、登録がまだの皆さんはぜひご登録よろしくお願いします、お願いします、お願いします、アップアップガールズカッコ仮の公式 YouTube からご覧の皆さんも、各週火曜日22時からショールームの方で生配信しておりますので、ぜひ生でもご覧くださいね、はい、じゃあランキングの確認です、はい、一回更新をしましょうかね、はい、くれん、あっちと一緒だ、うん、すごい、これ3位かな、うん、3位から、それでは3位、はい、つるちゃん、はい、つるちゃんさん、ありがとう、そして2位、るみさん、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、そして第1位は、しらないさんです、はい、ありがとう、ありがとうございます、嬉しいです、さあ、こんなところで、ここら辺の、あ、ちゃった、2週間のアップアップガールズカッコカリを振り返っていきたいと思います、はい、はい、そう、なんといっても4月3日にはみんなのことがバレバレ I love you ということで、表参道グラウンドさんにて2回目の単独公演がございましたね、はい、お疲れ様でした、来ていただいた皆さんも本当にありがとうございました、ありがとうございました、幸せな時間でしたよ、本当に、うん、もうめちゃめちゃ楽しくて、だから初めて2回公演したんですよ、うん、昼と夜の公演、うん、なんかもっと体力なくなって、なんかもう夜公演とかはぁはぁってなるかと思ったら、意外とこうなんか冷静に、うん、なんかこう楽しく2回とも公演することができて、うん、なんかなんだろう、でも改めてアイドルってすごいなっていうのはすごい感じました、うん、確かに、なんかしかも、うん、結構そのアプガのライブとかってこう、うんうんうん、私たちでいうとこうお披露目の時、単独ライブ、うん、最後の5人体制でイラストの単独ライブの時とか、もっとこれの倍ぐらいの曲数で、うん、私たちは2曲ごとに MC 挟んでたけど、うん、前はやっぱりこう何曲もやって MC みたいな感じだったじゃん、うん、だからなんかやっぱでもこれで今まだ私たちちょっと疲れちゃったりとかしてるけど、それができてた先輩方の体力すごいなと思って、ありがとうございますなんかもう本当に化け物系だなって思って、化け物系だな、分かるの、分かるのよ、なんでなんか、うん、もっと違う言い方あるでしょ、化け物、でもこれはいい意味の化け物なんですよ、体力化け物みたいな、体力が人間じゃないんですよ、もう正解しちゃった、正解しちゃった、何歳の新メンバーたちは今正解しちゃった、なんかなんか今回の単独で言うと、うん、私的にはやっぱりアッパーロックからのチョッパーチョッパーがかなりのハードな悟りだなと思って、そうなのよ、2曲しか やらないんですけど、うん、でもあの2曲ってやっぱアッパー側の中でも結構体力使う曲だなって私的には思ってて、うん、あ、違う、あずさん、え、まだ何かすごいのが、うん、そうだね、アッパーロックはでも私にとって休み曲だったから、チョッパーチョッパーも割と休み曲ではあったかも、なんかそうなんだ、うん、チョッパーチョッパーとか曲自体もキー高いじゃないですか、うん、プラス、うんうん、動きもこうなんだろう、こうジャンプしてたりとか、うん、ずっと動いてるから、その両方をやるっていうのが結構私的にはすごいハードだなって思ってて、なんかね、アップガールでやってて一番
なんか中盤大変できて辛かったのってレイディーゴー。あレイディーゴーは、まあ、A メロとか言うても止まったりはしてるんだけど、それ以外ずっと動き続けてるから、あ確かに確かに、めちゃくちゃしんどくって。あそうそう、コメントにもあるけど美女の野獣っていう曲もそうだし、 あとサムライガールズもそうだし、サバイバルガールズもそうだし、ってなると、まあ、アパルは最初披露した時は慣れなくて大変だったけど、だんだん慣れてくるともう休み曲ではあった自分たちにとって、じゃあ私たちはまだまだこれからだね、うん、もしかしたら3年後ぐらいにはやっぱアパルは休み曲だよねって言ってるかもしれないですね。その言い方なんかちょっと違う、バカにしてるとかじゃない、もうやっぱ余裕をね、余裕なところも見せちゃったりしてね。確かに。でもなんかあのその話で言うと、アッパーロックの途中のあの感想の落ちメロなんですか、あの落ちるとこ、落ちサビのダンス、うん、バババンダンスがあるんですよ。トトトってダンスが続くところが、そこの足をガッて上げるところがあって、うん、そこがもう私2回目の公演の時にもう上がらなくって、うん、足がなんか、うん、重たいってなったんですよ、うんうん、そうだからなんかそこでなんかうわこれ全曲ライブやった先輩たちすごってなりました、本当、怪獣だなって思いました、うん、なんかねすごいね、その感覚が懐かしいなって思う。なんかリハーサル中もみんなが乳酸溜まってきたとかって言って、ゴキブリ体操ってあるんだけどね、足を上にしてバタバタしてとか、あとライブ中そのリハーサル時とか通しリハって釣りそうとか言ってるのも懐かしいなって思って、なんかそういうのが本当乗り越えるとなくなるのね、乳酸が溜まったりだとか、あとその足が重たくて上がらないとか、そういうのがなくなってくるから、あーなんか懐かしいなと思いながらちょっとこれからだねやっぱり。ゆめちゃんどうだった？もうでも私ももっと夜公演とかも疲れて足上がんないのかなって思ったら、意外となんかなんだろう、昼公演でやったからちょっと余裕が出てて、あのちょっと周り見れるようになったから、あんまりなんかそんな思ってたよりは疲れなかったけど、でも確かに足上がんなくなることはありました。なんかでもこういう気持ちも忘れちゃいけないなとか思いますね、うんうん、なんかこの初心忘れるべからずじゃないけど、うん、なんて言った、初心忘れるべからずじゃないですけど、うん、やっぱこのなんか何ですかね、今の踊ってるのが楽しいでも辛い、辛いじゃない、なんか痛いみたいな気持ちとかも忘れちゃいけないなって思いながらなんか楽しんでますね、うんうんうん、各々の曲を、うん、まあ、だからこっからねこう1年後、うん、2年後3年後っていうこの新メンバーでの変化とかをやっぱり楽しみにしててほしいよね、うんうんうん、確かに、うん、私ライブスタイル今さ2曲 MC、うん、2曲 MC っていう感じじゃん、うんうんうん、私たちも本当は最初は結構喋ってたんですよ、うん、5曲やって MC とか4曲やって MC だったんだけど、あのなんせ前のメンバーたちは喋ることが苦手で、喋るのがちょっと喋ってる時間がもったいないなって思い出しちゃって、後半とかはだったらもう喋ることを減らして自分たちが好きな歌ってる時間を増やそうってなって、最終的にああやってなんか12曲連続とか本当ノンストップライブっていうのがだんだん出来上がってきたんだけど、それって本当になんかこうノンストップライブやりたいからやってるとかじゃなくて、自分たちが歌いたいから歌った、はい、そしたらノンストップライブができたっていうあれだから、うん、なんかこれからもっともっと新メンバーともどういう形が一番自分たちでライブやって楽しいのかなっていうのをもっともっと会話を増やしていって、8人体制らしいライブスタイルを見つけていきたいなっていうのも思いました、ね、最近は。めっちゃ鳥肌立った、うん、あ、何でしょう、コメントではいはいゆめちゃん夜の方が調子良かったのってありますがそうなんですよ、うん、なんかアドレナリンがいっぱい出てたから、うん、楽しくなっちゃって、うん、なんか調子良かったですでもなんかそういうのも楽しめるんだよね、楽しめるんだよね、あの写真で、うん、あーちゃんがのツイッターに載ってた写真とかから、うん、あのチョッパーチョッパーでよくできましたのなんでスミレのお尻をめちゃくちゃツインテールでしばく写真があってすごかったね、あれ嬉しいみたいな当たってるやつあって両側からもバシーンみたいになってて、あったあった、夢のツインテールも絶好調だったね、うん、もうあのなんだっけな、バレバレかな、うん、バレバレのあの2番終わりの、うん、カノンでどんどんあのくるくる回っていくところ、うん、こうやって回ってあそこでもがっつりせいちゃんにバシバシ当てていくっていう言ってたね、せいちゃん攻撃されてたよって言われるまで
気づかなくて、ごめんね、せいちゃん。意外となんかああいうね、写真とかも面白いところ撮られてたりしますよね。なんか奇跡的瞬間とかあるから、ちょっとそういうの小出しにしていこうかな、ね、いいね、皆さんお楽しみに、はい、お楽しみに。面白い写真が見れちゃうかもしれないですね。そう、ペンライトが発売でしたね。そうですね、この日から。そうなんですよ、うん、モカが、なんといってもモカが光るということで、うん、皆さんどうでしたか、ね、モカ色すごい可愛かったですよね。なんか4パターンぐらい候補ありましたよね。あったあったあった、なんかその中でどれが一番モカっぽいかっていうのをみんなでね、決めて、うん、これにしましょう、うん、モカだーって。そう、それでやっぱ一番喜んでた。喜んでた、めちゃくちゃ喜んでた。あ、発色良かったって、コメント嬉しい。やっとだよね、うん、私そのペンライトの本体の中に入っているアプガのロゴ自体も変わって、そうそう、なんかリニューアルバージョンになってるので、ぜひその印刷部分も見てほしいなって思います、うんうん、あとね、あのペンライトのこの上の方のちっちゃい丸のところにも、うん、アップアップガールズカッコカリって入ってるから。あ、そうなんですか。そう、そこも見てほしい。凝ってる。そうなの、かわいい。なんだって電池が1個しかいらないっていうのが本当に、ね、本当に便利、ね、軽いし、あの、うん、なんか普通のペンライトって結構単4電池3本ぐらい入れるのがあって、そのためだけに単4買わなきゃいけないし、な3本も予備でもや何持ってかなきゃいけないし、大変だったのが単3電池1本に済まされるのがとても便利です。あれ、何本持ちもするもんね、うん、8本持ちいけます。よろしくお願いします。どういう手なの、8本持ちって。え、でも、あの指の隙間に1個ずつ入れていけば8本持ちできる、うん、いけるね。本当だ、綺麗に。4個あるから攻撃できそうじゃない、なんかバッみたいなペンライト攻撃ができそうな感じで。だからぜひ8本持ちでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。8本で振ってもらってね、こうやって。なんか今さっきその8人体制なりのやり方を見つけていきたいってあずさんからもあったんですけど、はい、なんか5月3日にはまた3度目の単独ライブを行わせていただけることが決定していて、はい、なんかそこでもやっぱりこう私たちらしいライブがまたできるんじゃないかなっていうのもすごくなんか自信もあったりするので、うんうん、なんかね、皆さんもお楽しみにしていてほしいし、なんといっても題名が秩序のない世界にアッパーカットということでね、うん、もうなんかちょっとぶちかましてやりたいなと思っちゃってるんですけど。でも今回さ、一気に規模が大きくなって、うん、動員数が4月の単独の4倍ってね、うん、らしいのよ。だから、なんていうの、なんか急にそんなに規模大きくなりすぎて、ちょっと大丈夫かな、来てくれるかなっていう不安がちょっとある。わかるよ。なんかもしそこで、ね、なんかね、なんかやっぱ今までこう満員の状態でライブさせてもらってたから、うん、やっぱり満員にしたいし、うん、今回も、うんうん、だけどなんか何だろう、言うて活動始めて 3,4 ヶ月とかで、うん、まだ私たちのことを全然知らない方もいっぱいいるから、うん、やっぱ今月の、まあ、今月も何本かの対バンライブとかもあるじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱりそこでもっと勝負時かなって思いました、うん、私的にはバチバチに目を合わせていってね。そうなんですよ、うんうんうん、たくさんアピールしてきた。お、なんかクマさんが動いてましたけど。バクバクですか、ゆめちゃんも。バクバクですね。バクバクですね。あの、私新宿ブレイズさん、あのアプガンを初めて見たのがあの、うん、その会場の対バンライブで。あ、そうなんだ。そうなんですよ、めちゃくちゃ思い出深いので、うん、今からすごい楽しみです。うん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 、なんかあと1ヶ月ですけど、止めどない成長を見せられるかなと思うので。言ったな。言いました。言ったな。はい、頑張ります。私たち頑張ります。じゃあ私も指導頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ皆さんも見に来てください。そうだ、4月に新曲をこの前のあの単独で初披露させていただいた新曲、うん、はい、こちらもまた聴けるのかな。あ、しかもあれだ、あずさんが社長に秘密で発表していましたが、はい、そうなんですよ、あの5月にはもう1曲新曲が聴けちゃうんですよね。そうなんです。いやー、イエーイ、すごい、はい、もう毎
回毎回新鮮ですね、うん、このライブが。もうそうだし、やっぱこう思い返してみるとアップアップガールズ各国より初期の頃は、うん、あの単独ライブをやるのすごい、あの自分たちのオリジナル曲で単独ライブをやるのにものすごい時間がかかったんですよ、うん、でも今はすごいありがたいことにこうオリジナル曲もすぐできて、うん、でその8人体制のパフォーマンスできる曲もどん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 増えてきてっていう状況の中、うん、でそしてこのコロナ禍の状況の中でも単独ライブがもうどん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 決まっているっていう状況で、うん、なんかみんなあの恐れず楽しんでほしいなっていうのが一つありますね、関根は。なんかこう前にできるかなとかじゃなくて、前にするぞとか、うん、今だからこそできる私たちの初めての姿見てきてほしいとか、うん、なんかそういったところでなんか今こうやってライブができているっていう状況にもっと喜びを感じてほしいなって思います、関根は。まあでもなんか活動してから、うん、いろんなすごいスピードで、うん、こうあの例えば新曲できたり、うん、単独できたり、うん、対バンも出させていただいたり、新衣装をね、うん、着せてもらえたり、うん、MV 撮影させていただいたりとかで、うん、なんかもうやっぱこの感謝の気持ちが強くなりすぎて、うん、なんかこれをやっぱりこうこのありがたいこの感謝の気持ちをやっぱライブで返さないといけないじゃないですか、うん、私たちは。だからなんかやっぱりこう毎回単独あるごとにやっぱり大きな成長を見せられるようにっていうので、やっぱ新メンバーめっちゃ考えてて、私はやっぱり今回の単独ライブではちょっとはダンス上手くなったかなってちょっと自分的には思って、あのキレ、あのなんかめっちゃ個人的な話なんですけど、あのデビューしてから体重が4キロ落ちたんですよ。すごいすごいすごい。で、うん、あのこうリハーサルとかいろいろあのフリーレイしていただいた時に、うん、あの動画撮るじゃないですか、うん、あの初期の動画から見直していくと背中の幅がどんどん狭くなっていってる、うん、すごいそれに喜びを感じてだからちょっとあの単独ごとに私ももっともっと痩せていって、ちょっともっとダンスのキレをあの良くしたいなって思いながら、あのまたフリー入れとかね、いろいろ頑張っていこうと思ってるので、あの5月3日のライブはあの私のダンスのキレの良さに注目してもらいます。すごい。レイナは？私ですか？はい。私はなんかとにかく私覚えるのがすっごく苦手で、うん、でなんかこうなんか一つ覚えると一つ抜けちゃうみたいな感覚で、なんかいろいろなんか頭がぐるぐる回っちゃうんですね。いろんなことを覚えなきゃって思うと。なのでそこを自分でちゃんと整理できるようになって、そのなんていうんですかね、もうミス一個もないライブをできたらいいなっていうふうに思ってます。うん、すごいですよね。それが目標です。なのでちょっとあの私がミスしてないかなっていうのをチェックしててください、皆さん。5月3日はミスしてない。ミスをチェックするはよくない。違うでしょ、数えてくださいとかじゃないでしょ。違うでしょ。ごめんなさい、そんなミスするの当然で言わないの。ごめんなさい、もっと自信持てるようにも頑張ります。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。甘えないもん、そうやって、はい、甘えません。分かった、赤ちゃん。はいバブちょっと赤ちゃんみたいに言ってて、そうだ、その中であるまじきあるまじおさんからクマトワいただきました。いやありがとうございます。ありがとう。すごい可愛いね、このクマタワー。めちゃくちゃ可愛い。装飾団子持ってる。可愛い。春だ。え、欲しい、このクマタワー。え、頭に桜乗ってる？乗ってる、乗ってる。可愛い。え、なんかこのクマのなんか抱き枕サイズとか売られないですかね。確かに、確かに。作ってほしいですよね。そしたら抱っこして。ねだってるねだってる、めっちゃねだってる。イベントとか参加してください。確かに、ね、ゲットできるのよ。え、そうなんだ。そう、私も本当にそれをいつか参加したいってずっと思ってる。じゃあ次みんなでやるイベント、それにしましょう。でもあ、みんなで参加しても1個しかもらえないって言ったら争奪戦。いやだ、席でそんなの。じゃあ私腕もらいます。8等分するんですよ。さあ、ゆめは5月3日、はい、頑張りたいことや目標ありますか？はい、私はですね、はい、歌もダンスも全然できないんですけど、割とあの
ダンスと歌どっちが好きって言われたら歌の方が好きなので、歌を頑張ろうと思って4月3日までにすごい毎日風呂で熱唱して頑張って歌を鍛えたんですけれども、そしたら今度は声量がなんだろう、マイクに乗りすぎてみんなの声をかき消してしまう場面が多々あったので、それをどうにかしたいと思います。でも声量は今のままでいいと思う。本当ですか？なんかたまに、私の声めっちゃでかっ。なんか夢の次の課題は声量そのままにして、そのボーヤンの声量がドーンって出てるのね。夢ちゃんって感じですもんね。だから、もうちょっと抑揚つくすね歌になれば声量そのままにしていいのかなっていうのは素敵に思いました。はい。すごい、くまさんからこんにちはしてますね。頑張ります。はい、みんなで頑張りますので、よかったら遊びに来てくださいね。はい、5月3日一つ予定しているのが、昼と夜でちょっと絵画あり曲を今回挑戦してみようかなっていうところを今目論んでおりますので、お昼にしか聴けない曲、夜にしか聴けない曲もありますので、皆さんぜひともチェックよろしくお願いします。はい、します。アイドルだ。はい、お願いします。すごい。じゃあ今後のアップガンについては番組のエンディングでお知らせいたします。はい、ペロリンペロリン。ではここからは MC を交代いたしまして、はい、はい、ではここからは私古谷ゆりかが MC を担当させていただきます。はい、頑張ってください。お願いします。今度の企画はですね、毎度恒例クイズ古谷ゆりかです。おはい、私に関するクイズをメンバーに出題しますので、はい、皆さんはそのクイズに答えてください。答えはすべて私次第です。かしこまりました。って感じで、前回前々回、ちょっといつか忘れちゃったんですけど、あゆちゃんとあーちゃんもやったことありますよね。はい、やりました。見ました。なので今回は私バージョンで出題していきたいと思います。はい、頑張ります。それではですね、どうしようかな。じゃあ分かった人はこれ押せばいいの。そうですね、はい、せーの、いい感じです。せーの、はい、いきましょう。はい、いきましょう。はい、いきます。はい、いきましょう。それではですね、まず1問目。はい、これだけは弱いということは何？早起き。え、何ですか？早起き。あー、まあそれも苦手ですね。確かに。それ以上あーじゃあ早かった。外、あー外に出るのが苦手。でもアフが入ってから意外と外での立ち上がっちゃったんですよ。次今ちょっと目の下、同じでした。外出かと思いました。ちょっと引きこもりとかではない。ではない。引きこもりこちょこちょ、全然。あ、違った。迷わせてしまった。全然迷わせてしまいました。一回記憶たどったけど。ではない。あ、違った。生活系、食べ物系？生活系ですかね。お風呂に入るのが苦手。あ、でもそれもあるかもしれない。意外とお風呂入るの苦手なんですよ。待って。ってことは？もう一声欲しい。はいはい、髪乾かすの。全然大丈夫。ダメだ。ちょっとダメだ。生活。あ、パジャマが苦手？全然。あれ違う。はい。料理。まあ料理もできないけど、全然作ろうと思えば作れる。そう。洗濯。あ、わかった。なんだ。それは違います。片付けが苦手。正解だよ。まず今日すごい。しかも私姫とスタイル。今一瞬でゆりかとの思い出を走馬灯かのようにすごい流して、そうじゃん、いった。バチンって聞こえました今。そうです、じゃあ片付けがめっちゃ苦手ですね。そう、なんかすごい、なんか物の捨てられないんですよ、うん、物が捨てられなくて、うん、なんか結構これ使う、もう最近使ってないから、うん、捨てようかな、どうしようかなと思って取っといておいたものに限って使わないとか、うん、捨てようよ。じゃあだけど捨てた後に、うわ、あれなんで捨てちゃったんだろうって絶対なるんですよ。なんで？分かる。え、なんよね。結局1ヶ月以内に使わなかったものは結局使わないんだから。
から1年後に必要とするんですよ。ないよ、するするする、ないよ。1ヶ月必要なかったら1年必要ないもん。あるよね、ある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 。だから本当にもうお片付け苦手すぎて、もう本当あゆちゃんにそろそろお片付け頼もうかって悩むぐらい。じゃあ私も行くわ。あー確かに。え、でもあーちゃん絶対潔癖症だから私の家来れないと思う。待って、あーちゃん絶対に耐えられなくなると思う。じゃあさ、どれくらい汚いかちょっと書いてみて。ですか、うん、書いてみて。え、そんなに。まあ、大丈夫、あの部屋、人の部屋を掃除するときはマスクと手袋をちゃんと潔癖症じゃないですか。そう、ちゃんとやるから。あゆちゃんに片付けてもらうと全部捨てられる。そうなの、そうなんだよね。あゆちゃん大事なものも全部捨てちゃうもんね。全部捨てちゃう。あゆちゃんのお部屋ベッドと鏡しかないって言ってたな。でも私も同じ症状になった一回。そうなんだ、うん、こんな感じです。お部屋、私のお家あ、そう、ぐちゃぐちゃがちゃんと表現されてるこれ、あの荷物とかですね。あ、だから、あの本当に、あの忙しい時とか、うん、片付ける気力がなくなっちゃって、もはや足の踏み場があんまりないみたいな。わかる。あの居場所がもうベッドの上しかないみたいな。わかる。でもそのなんかこの日は絶対片付けるぞってなって片付けるみたいなタイプなんで、片付けは本当に苦手ですね。あずさんの片付けポイントって何ですか。これさえあればって、このポイントあれば片付けうまくいくよみたいなのありますか。え、やっぱ使う使わないの判断力。あ、うん、断捨離とかってことですか。私もうあのちゃんと見切りをちゃんとつける。なんか後ろ髪引かれず、あーとかそういうの一切捨てる。あ、迷ったものは捨てる、うん、そう、もう迷いが生じたらすぐ捨てる、うん、使うかも使うかもとかじゃなくて、もう使わないってことか、うん、あー、っていうのやりすぎたら、最近洋服とかも2、3ヶ月前にはもう着ないなと思ってポンポン捨てたら、もうほとんどなくなっちゃって、もったいない。そうだ、なんかこの冬とか長袖とかもうほんと5枚ぐらいしかなくなっちゃって、どうやって生活しようのってぐらい、だからね、そこまでね見切りをよくする必要ないと思うけど、まあもうちょっとこう断捨離した方がいいよってこと。そう、ルンバは走らせられない系ですかって。ルンバ、いや、うん、ルンバ全く走らせないだけどあのダイソンの掃除機でグワー行く。あーすごい、ダイソン吸引力に頼る。ただ一つのね、そう、うん、吸引力にめっちゃ頼ります。じゃあ次の問題いきますか。はい、よし。じゃあ褒められて嬉しいポイントはどこ。あ、おー、最初はグッジャケポイ、アイコショアイコショ、よし、目、まあ、目、うん、まあ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 嬉しいけど違うの。うん、はい、うん、あ、すごい勢いがしっかり、しっかり指が綺麗、正解。すごい、やばい、あずさんすごい、これ一番やっちゃいけないパターンやっちゃった。もうちょっと泳がせればよかった。すごい、すごい。なんかオーディション中からの小夏さんが姫の手が綺麗だっていうのを言ってたんですよ ね、 そうね、メンバー全員言ってた。あ、そうなんだ。あの子ってめっちゃ綺麗だね。本当ですか、うん、そう、私もあんまでもなんかそう言われてから、うん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 、そう言ってもらえて嬉しいって思うようになって、うん、さらに嬉しいなって、そうなのって。そう、なんか本当にそのオーディション、最初オーディションで、あの、うん、こう生配信したじゃないですか、うん、で終わった後にこうメンバーさんに最後挨拶して帰るみたいな感じだったんですけど、うん、もう付き合っちゃいま、ね、今みんなみんな見ましたそう、なんかあの古川小夏さんに、ね、手触らせてって言われて、めっちゃメンバーさんにこうやって手触られて、うん、ほんと手綺麗だね、だって見て、関根と比べてみて、ほら綺麗、やばくない。なんかこのさ、ムチムチみたいな子供みたいな手と比べてさ、隣よ、女性の見えてキラキラスラッとしてもうこのとこでさ、自分の手をさ出し出すのがすごい嫌なんだけどさこのポーズめっちゃ面白い、もたけががまってる手がいっぱいある、いっぱいのってる、本当に綺麗なんですよ。あと私は手首の細さも自慢ですね。いいなー、なんか体どんなに太っても手首だけ太らない、細い。あ、でもうわ、いいなー、かー、綺麗な手ですね。やばい、さんみたい、いいなー。あ、でもあーちゃんの手、あ、クリームパンってきてます。じゃあ次の問題いきましょう。いきましょう、続いてね、今
言われなかったことにね。どうしようかな。じゃあラストだったら、実は私〇〇女子ですって言われた。すごい。あ、じゃあ正解しちゃう。じゃあさっきあーちゃん当てちゃったから無理なんで。よし。いきますよ。正解当てちゃいますからね。いきますよ。実はゆっかはオタク女子。まあまあ候補としてあり。候補としてあり。問題の時代に変わってるけど。ね、5点みたいなね、ところがね。ちょっと違ったみたい。でもなんかみんな知ってるかなと思って。確かに。私はそっか、実はじゃなくなっちゃうのか。そう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 。なんだろう。実は量産女子。あ、でも元量産型女子ですね。そうなの、うんうん、すっごい量産でした。そう、ブリブリのフリフリみたいな、うん、黒髪でね。そうです、もう超ぐるんぐるに髪巻いて。そ、なんか女の子たちの中だと量産型とか地雷系とかでも流行ってて、うん、その量産型の部類だったらしいんですよ。そうなんです。でも正解じゃないってことは違うんだね。本当だ。そうなんですよ。実は何々女子、何だろう。実はなんだ。ゆめちゃん、ね、ゆめ全然幼いけど。わかんない。あ仕事しに来てるんじゃないか。あんた遊びに来たの。おたかつだからね。観覧だけだったらぜひあっちでどうぞ。なんだろう。ヒントヒント、うん、ヒント欲しい。ヒントは、うん、なんて言うんですかね、私の発言性格、毒舌女子。やばい、あーちゃん正解だ。すごいね、全問正解だ。やばい、なんか私がすごいあーちゃんひいきしてるみたいな感じで、なんかそうするよね。でも違うでしょ。全然違います。まあ、なんかあんまり自分で毒舌って言いたくないけど、うん、いやでもなんか結構言うよね。最近メンバーに、うん、ゆっかめっちゃ毒舌だよって言われるんですよ。なんかコメント、ショールームとかで他のメンバーが戦場各国に出てて、うん、私がコメントだけで文字打ったりすると、うんうんうん、ゆっか怒ってるよ、ゆっか怒ってるって言われるんですよ。私全然怒ってないんですよ、皆さん。なんか絵文字とかすごい早口言っちゃった。なんかびっくりマークとかもつけないから、うん、なんかすごい怒ってるみたいな感じになっちゃってるんですけど、うん、全然怒ってないんですよ、うん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 、だけどなんか最近すごいファンの方にもなんかゆっか怒ってる。出たゆっかの毒舌とかね。すごい、なんかね、そこはね似たようなとこを感じる、やっぱり。でも似てるよね、本当に。似てます。似てるよね。似てます、似てます。性格、うん、性格は、うん、似てないかもしれないんですけど、うん、でもそういう細々した共通点結構ありますよね。あるよね。そう、だから最近、だからなんかどんどん姫というイメージからかけ離れてってる気がして、ちょっと自分でもやばいなと思って。でもなんか最近姫がね、ちょっと私って本当に姫かなってちょっと自分で疑問に思ってた時があるみたいで。でももともと私も自分のこと姫だと思ったことなくて、うん、まあ、ファンの皆さんとかね、メンバーが本当姫だよねって言ってくれてるから、うん、あ、じゃあ姫でいいやって思って嬉しいし、姫でいいやと思ってやってたけど、なんかこうやっぱりアプガってどんどん素が出てくるじゃないですか、うんうん、出せば出すほど、もう私これ姫ポジションって言っていいのかなと思っちゃって、うん、だからなんかちょっと急に方向転換するかもしれない。毒舌になってしまって、アプガの毒舌王になるかもしれない。で、ということでエンディングへ参ります。はい、今日もたくさんのコメントやアイテムでのご参加ありがとうございました。ありがとうございます。現在のランキングを確認していきましょう。はい、はい、更新、はい、お願いします。シンピコン。では3位、はい、しららいさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第2位、カニさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第1位、アルマジェキアルマジロさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんね、熊のタワーをまさか今日投げていただけると思うのかね。可愛い熊のタオル、ありがとう。熊のタワー、タオルついてしまった。熊のタワー、ありがとうございます。はい、さあ、1位の方にみんなからありがとうをお伝えしましょう。はい、あ、それかあれですかね、みんなからでいいのかな。希望のメンバー、希望のメンバーいらっしゃいますか。アルマジキアルマジロさんのしーちゃん、壇上にいない。いる。そう、レーナがね、さらっと7位にいるんですよ。本当だー、レーナちゃん。
すごい。絶対せいちゃん今携帯見てニヤニヤしてる。せいちゃん。せいちゃん。やっほー。せいちゃんは本当に天然記念物で可愛いと思う。記念物どうせいちゃん、うん、なんかこの世の汚れを知らない感じ超シワですよね。真っ白、本当に真っ白。ちょっと心配になるレベルでピュアなんですよ、ね、ピュアだね。でついつい悪いこと教えたくなるよね。そうなんですよ。あずさん、姫、えダメです、もうあの子は白の真っ白のキャンバスのままで、なんか真っ白のものこそないよ。色つけたくなるんですか。やっぱ似とるよ俺ら。あの、はるかとせいちゃんにちょっといたずらしたくなっちゃう。そう、わかる、本当にそうなのよ。アルマジキアルマジロさん、なかなか来ないですね。じゃあ5秒以内に来なかったら全員から行きましょうかね。はい、はい、せーの、5 4 3 2 1。イエーイ。じゃあ全員で行きましょう。はい、じゃあ行きますか。はい、はい、せーの、アルミガキアルマジロさん、ありがとう。お疲れ様。バラバラ。ありがとうね。はい、ということでアップアップガールズカッコカリからお知らせです。はい、じゃじゃん、じゃじゃん。まず4月の10日に台湾ライブに参加させていただきます。はい、アイドルコンテンツエキスポさんでございます。場所は神田明神ホールさんです。よろしくお願いします。お願いします。私たちの時間は5時から5時25分の間でございまして、はい、なんと私たち8人体制初の特典会に参加させていただきます。やったー。特典会を開催しますやな。開催ですね、うん、参加させていただきます。ファンのね、立場そっか、私が参加するみたいになっちゃうのか。そう、特典会やります。そうなんです。やったー。いつもはオンライン特典会だったんですけども、この日からそうツーショット撮影を開催いたしますので、うん、皆さんぜひどうぞ来てください。嬉しい、楽しみ、よろしくお願いします。はい、そしてもう一つございます。はい、じゃじゃん、じゃじゃん、5月3日月曜日ゴールデンウィーク中でございます。アップアップガイズカッコカリ、秩序のない世界にアッパーカット第3回目の単独ライブを行わせていただけることが決定しました。はい、姫が遊んでる。はい、こちらですね、また2回公演させていただけるのです。よろしくお願いします。はい、お願いします。昼公演と夜公演とございますので、都合のいい時に遊びに来てください。はい、お願いします。決意日なんですよね。そうですね、大事の日ですね、はい、この日は、うん、この日から11年目に突入しますね。あもうなんかわーっていう、あと行きますとか来てる、うん、ありがとうございます。さっきも昼夜買ってくださった方とかもいらっしゃったので、ありがとう、ありがとうございます。はい、この日あの、まあ、4月3日に1曲新曲披露したんですけど、もう1曲まだ新曲ございますので、最大のヒントを言いますとですね、はい、その4月3日に披露した新曲とは、うんうん、180度雰囲気がガラッと変わる新曲でございます、うん、ここまでしか言えないです、うん、はい、私からはもうこれ以上は多分私ネタバレになっちゃうので、ヒント出すの下手くそなので言わないでおくんですけど、全然違う曲ですね。全然違う。だからこんなにも早く新曲でいろんな8人体制 の、 あのいろんなアップガの、ね、顔を出せるとはって思うと、すっごい嬉しいし、すっごい楽しみだし、それを皆さんにすっごく楽しみにしていてほしいなって思いますので、ぜひどうぞ来てください。よろしくお願いします。お願いします。お休みの曲ではありません。はい、確かに確かに。そういう曲ではないんですけど、でもこう新体制のアップガのイメージがまたちょっと変わる感じですよね。変えていきたいね。はい、うん、そんな感じです。はい、お楽しみに、ぜひ遊びに来てください。はい、ます。アップアップガールズカッコカリの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、各週火曜日22時からショールームの方で生配信もしているので、ぜひこちらでもご参加ください。次回は4月の20日です。よろしくお願いします。次回の配信を見逃さないためにも、ハートマークをクリックしてください。ポチポチポチ、クリッククリック、よろしくね。はいじゃあ今日の感想をちょこっとお話ししましょう。はい、ゆめちゃんどうだったかな。急に参加になったけど、
クマが触れて幸せでした。そんな感想だ。ゆめちゃんらしい感想だ。クマちゃん、これ高いらしいからね、実は。持って帰りたい。めでてますね、クマさんを。だっておしめが触ったかもしれない、クマなんて。持って帰りたい。どうしますか、この回収は。はい。はい。ということで、じゃあ、今のでいいの、今のでいいの感想。本当に。じゃあ私感想言っていいですか。いいですか。なんかちょっと今ので終わったりやばい。来た、毒舌姫だ。来た。ね、あの今日の企画でやったクイズとかはですね、あの全問正解あーちゃんがしたということで、あの全くこれあれ打ち合わせも何もしてないですよ、本当。さっきあの私たちからご報告ってあって、あのお付き合いのご報告が出たらぜひ応援してください。はい、温かくチャンネル始めるかもしれないね。ユリアズチャンネル。ありそう。ユリアズチャンネル始めようかな。やばい。でも大体今日あの寝転がってゲームしてるだけなんで、そうなんですよ。ぜひユリアズチャンネルの解説を楽しみに待っててください。楽しみに待っててください。はい、そんな感じです、私は。つまり、閉まるところ、2人のカップルチャンネルが公開されるということでよろしいですか。はい、あ、まあ、そんなお楽しみに。お楽しみに。ちなみに、メイナは司会どうでしたか、今日は。ドキドキでした。うん、なんか、前回は、すごいなんか、グダグダまではいかないけど、なんかちょっと噛んじゃったりとかね、いろいろあったので、今回も大丈夫かなとか思ってたんですけど、でも、なんか、すごいキラキラのお目でゆめちゃんが見てくれてた。で、ね、こうやって横にメンバーがいてくれることで、すごくなんかほっこりした気持ちで MC をすることができました。見てくださっていてありがとうございました。ありがとうございました。それではお別れの時間です。以上、アップアップガールズカンコカリでした。バイバイ。バイバイ。おやすみなさい。チャンネルお楽しみに。ゆりあずチャンネル。